全く新しい視点から、日本と中国、東アジアの、動きにチャレンジしておられる。いうことについて、まず、冒頭、心から敬意を表したい,いううた。ありがとうございま。世界から見た日本文化っていうものを、かつてない希望で、広がりが見せ。始めていた。 特にこの日中関係は悪い中中国の若者たちに日本文化というものを浸透し始めていたのはついこの20年間でしたなぜこういう現象が起きたのかというようなことを実践しながらあの前は地日今は在日本というこの雑誌という媒体を通してですね中国の若者たちによってこう受け入れられていったというこの事実を日本の皆さんにお届けをしたい。 福井県の永平寺に行ってきたんですね。はい、だから、あのそのお寺を見てた時に。まあ創造主の総本山ですけれど、も、はい、見てた時にあのあたかも。中国の昔の文化を密布したまま、あの保存されていたような気がするんです。うん、だから、これだけの中国の観光客は日本にやってくる。これから人数がどんどん伸びていくでしょうと。はい それはポイントがどこになるかっていうのはまあ今いわばその爆買いう々というか僕はそうではない一つは海底のようなものがあるんです、うん、それは美ししいい中国のの懐かしさっていうものです、うんうん、それを求めて日本にやってきます、はいはい、で失われていた昔の中国の栄光みたいな文化がこの日本で見事のように残されていた多くの方々がそこで感動をしたんです、うん、今何を変えよううとととしたかというと このライイフスタイルっていうものになりますいわゆるそのあの普通の暮らしに根付かせていたこの理論というよりは実践論というものは今広く広げていたんですね日本はもはやこの勉強するあるいは研究する相手ではなくなってしまって我々の生活の中に取り込もうとしている、うん、こういうのはですね過去20年非常に顕著に現れてきたと、うん、僕はそう見ていました。在在日本いいう在というのは そこに行って初めて分かったこと、はいはい、行かないと永遠に分からないこととあのこう打っていくんですね。うん、で前の地,地道の日本を知るという外から眺めていくもう外から眺めていくような時代がもう終わってると僕は見てます。なぜならば深読みの時代がすぐ到来をしてきた深読みとは何かっていうと一人ずつの目線眼差し。 等身ゼロ距離といったようなものをですね、こうによって実現されるものだと思います、うん。在日本という試みの波紋がどんどん広がって、日本と中国だけではなくて、東アジア全域に及ぶことをぜひあの期待をしていますので。